はい、今回ですね、まあそうね、そういやいたかなっていう、なんかいたのは覚えてる、でもそのぐらいいたなっていう、ファンフランですよ。なんかいたよね、アトレティコの。これ確かユースから上がってきた子で、なんか一生懸命頑張るタイプのプレイヤーじゃないの、ハードワーカーするようなサイドバックやったの気がするの。そうやね、サイドバックやね。85年もう引退してるわな、さすがに。そうそうそう。そう、だから結構、いい選手やったな気がする。プレイ覚えてないけど。はい、どんなプレイヤーですかと。あ、リタイアしてるね。リタイア。で、現在が、インターシティの、ダイレクター、ちょっと待って、インターシティってどこ？アメリカか？何そんな仕事してんの？どこ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 ？マジで不明なんですけど。でね、どうも、どうした急に。急に多くなって、どうしました。いいや。スペイン代表歴が22試合と。インターシティ。あ！そうなんや。これあれやな。もうな、なんやろ。リーガ、何？第何部か分からへんな。2部か3、2部じゃんでもないな。プリマベーラ。プリメーラ R。何やろ、アトレティコの下部組織かな、分からへん。いや、違うな。多分、あれやな。どっかかなり下のチームかな。そやな、そんな感じやな。でも、スペインのかなり下のチームのダイレクターということらしいですね。これの感じで言うと。スペイン代表歴22キャップ、さっき言ったな。ワールドカップ出てんじゃん。22キャップやったら、ワンチャン。ワンチャン、ツーチャン、スリーじゃない？ワールドキャップ、ワールドキャップ、ワールドキャップは？ワールドキャップあるでしょ、ワンチャン。ワールドキャップは？あ、ユーロ選ばれてるよね。ユーロ2012優勝した時はね。でも、1試合も出てへんな、控えで。あー、でも、2014年ワールドカップ出てるな。あ、予選敗退した時か。2018年はそれは選ばれてないよ。だからまあバリバリの主力かって言われたらそうじゃない感じやな。もともとは、待て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 。レアルのカンテラなんや。えぐいな。で、レアルからエスパニオル。で、オサスナ。で、アトレティコ。あ、そらアトレティコに残れへんわな。でもアトレティコで9年仕事してんのはすごいじゃん。で、現役最後サンパウロに行ったと。なかなかぶっ飛んだキャリア持っとんな。すごいじゃん。ラリーが通算428、やっぱすごいな。やるじゃん。まあそんな感じでね。今は、カブリーグのダイレクトやってるという。インターシティ。なんちゅう名前？よくある名前。まあそんな感じですね。